ったわ。あ、 G ファイル一丁前にそんなの知ってどうすんねん。今回の事件の真相にすらたどり着けへんやつが。勘違いすんなよ。俺にとってお前はその辺に転がってる石黒と一緒やねん。どうするかは俺次第や。まあ、今回の事件の真相にたどり着くことができれば、親父さんの死についても何かわかるかもな。そろそろ時間や。はいはい、やっとか。ん、あ、そう、わかった。はい。マジでたどり着くかもな。どんな顔すんのやろ。親父さんをやったんが俺やって知ったら。ほな、そろそろ動こうか。ほんま犬みたいにしつこいな。もう分かった、交際。ほら、逮捕すんなら今やで。まあ倉庫で凍えとる人たちは手遅れになるやろうけどな。ほんましんどいな、警察は。クソみたいな国民のために汗水流して、そんでその国民叩かれる。哀れ通り越して滑稽やで。もう時間ないで。全員救ってみろよ。ヒーロー。ほな、バン。取れとんのこれ、あんまに。ヤッホーいや、まさか俺が出ると思うんだやろ。いや、犯人逮捕お疲れさん。ほんま信じとったで。おかげでこっちもいろいろ助かった。ああ、まあけどこれで分かったやろ。お前はまだ入り口にすら立ってない。それぐらいお前の追っとるもんは深く巨大で暗い。手引くんなら今やで。まあ何何言ったところでもやだ。じゃあええわ、一回だけ警告したい。お前な、超えてみるよ、線を。こっから先は慎重にな。ほな、またな。おお、来ちゃった。うふっ、笑うとこやぞ、ここ。お前は、一個だけ教えたろう思って。お前が捕まえた犯人な、あれ、釈放されたで。お前、前に言ったやな。警察は常に正しくないとあかんて。でもな、そのためにミスを隠蔽して証拠を偽造するってのはさ、どうだ。何、正義のためやったら悪の善になるんか。あおやし。まあ、お前に言ったところで何のこっちゃわけわからんわけどな。何が善で何が悪か、もう一回よう考え。ほな、期待しとるで、主人公の。パン。お疲れ様です。こんなところでどうしたんですか。ああ、聞きました。意味わかんないっすよ。え、先輩僕のこと疑ってるんですか。じゃあこの際はっきり言わせてもらいますけど、最近一人で何やってんすか。事件の日にここで誰かと話してました。そんでその後に先輩が人質を見つけて無事帰りました。最近マジ変っす。心配こそ本当に何も知らないです。僕は何があっても先輩のこと信じてますから。どうしたんですこんな時間に。もしかしてまだ真実がどうのこうの言ってるんですか。あなたに一つ助言を与えましょう。どんな組織になって大なり小なり秘密はあるものです。そして大抵その秘密を掘り返したところで幸せになるものだと一人もいない。
知らない方が幸せなこともあるということです。我々警察は正義の味方であって決してヒーローではない。映画の主人公気取りでは困ります。では私はこれで。おお主人公、どうや真実は見つかったか。てかほんまはもう薄々気づいとるんじゃん。世の中で一番厄介な存在って何やと思う？自分のことを善やと信じて疑わへん人間よ。自分こそが正義やと本気で思っとるやつら、例えばお前ら警察とかな。もう10月終わりな。あ、そういえば5年前に失踪した元相棒の誕生日も10月やっけ。で上司が3月で後輩が6月やろ。何でも知っとるで、お前のことなら。ほな、せいぜい死なんようにな。ほんまストーカー並みやな。こんな話しとる。人間の脳は 10% しか使われてないってやつ。あれな、最近の研究で真っ赤な嘘やってことが分かったよ。人間の脳をすでにほとんど使われとって、逆になんでそんな説が出たのか議論になるレベルらしい。でもさ、それじゃ全然おもんないやん。 10% しか使われてないって方がロマンがあるやん。人はな、信じたいもんを信じんねん。それが真実かどうかなんて二の次や。お前な、そろそろヤバいで。ほなな。久々やん、元気？腹にナイフ刺さっとるけど目の前に犯人がおんのに捕まえるへん気持ちってどんな感じやん？てか前から聞きたかったんやけどさ、なんでそんな真実が知りたいん？知ってどうするん？お前が真実にたどり着いた時にまた新しい組織が生まれるだけやで。そしたらまた同じような被害者が出てくる。お前はその全てを救えんのか？お前がしとるんやな、ほとんど自己満足やん。まあええわ、またな。生きとったら。先輩、どう？あれ？もしかしてもうバレちゃいました？僕が犯人なの。するなら少しは隠れてくださいよ。先輩がどんだけ頑張ろうが僕を捕まえることも取り調べることもできないんですよ。それが警察の限界。凡人を取り締まるだけの時代遅れな方しかないんですよ、この国には。だから僕がこの国に代わって自ら正義を振るってるんです。むしろ褒めてほしいくらいです。ああ、先輩が仲良くしてたあの関西人の人、多分もう会えないっすよ。今頃死んでると思う。おお、ようここまで来たな。けど悪い、タイムアップや。カンカンカンが来ないね。カンカンカン。寒ない？急に。急に寒ない？あれ？終電終わった？え？このやっぱ変な目で見られるよな。それは一人で踏切でカメラな三脚立てて雇ったら、そりゃ何こいつってなるもんな。すごいよ。
目がなんか動物園におるキリンを見とる目やもんな。なんかほんまこんな感じ。マジ寒い。